スポットはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名は大西洋岸に生息するニベカの小型の食用魚、スポットにちなんで命名された。スポットクローカースポットは1943年8月24日にカリフォルニア州バレーホノメア,アイランド海軍造船所で寄港した。1 9 4四年五月十九日に a g ゼルマン夫人によって 命名、浸水し、1944年8月3日に、艦長ウィリアム・エス・ポスト・ジュニア中佐の指揮下収益する。メアアイランドでの偽装は9月18日に完了し、スポットは成長のためサンディエゴに移動した。ドック作業後スポットは、ハワイに向けて、出港、11月14日に、真珠湾に到着した。12月4日、スポットは、最初の紹介で、バラオと共に、 東、シナ海及び公海方面に向かった。2隻は途中アイスフィッシュと合流し、12月15日にサイパン島に到着した。その2日後、ウルフパックは紹介海,海域に向けて出港。1945年1月7日、スポットは北緯31度20分統計123度04分。 北緯31.333度統計123.067度31.333123.067の地点で2隻のトロール船を関西砲で撃沈した。4日後の1月11日にも砲撃により小型の輸送船を破壊する。13日には北緯29度55分統計123度00分。 北緯29.917度統計123.000度、29.917、123.000の上海沖で2隻のトロール船を関西方で撃沈し、翌日も2隻の35トン級のトロール船を撃沈する戦果を上げた。1月18日から19日にかけての夜に行われたエリオット諸島での総統デスポットは貨物船及びタンカーを撃破した。 朝鮮半島西方でスポットは小型船を観測し、最後の魚雷3本を発射した。しかし前段が目標を外れる。残るは20ミリ砲弾船300発のみであった。スポットは800ヤードの距離まで接近し、砲撃を開始した。敵船は体当たりを試みたもの失敗した。敵船は沈黙したものの、沈没することはなかった。スポットは1時間待機し。 続いて7名からなる部隊を編成、敵船に移乗し、爆破及び機密資料の捜索に向かった。移乗からおよそ10分後、船は放棄され、船尾から沈み始め、日本兵1名が捕虜として確保された。1月30日、スポットは55日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。修理及び訓練が行われた。2月24日、スポットは2回目の紹介で、 クイーンフィッシュ、シーフォックスとウルフバックを構成し東、シナ海に向かった。3月17日、担当海域における2日目の番、スポットは、北緯25度58分統計119度58分、北緯25.967度統計119.967度、25.967、119.967 25. 11の、白犬島近海で悪天候を避け被判しようとした。 とも49戦団を発見。1時ごろスポットは、機関故障で遅れて航行していた、イコマヤママルに対して、来撃を行い、一本の命中を得て、火災を発生させた。イコマヤママルは、バソ島に座礁して、修理を行ったが、3月26日に、アメリカ陸軍航空隊の爆撃を受けて放棄された。ついで、3時35分に、 北緯25度33分統計120度10分、北緯25.550度統計120.167度、25.550120.167 25. の牛山東沖で下脚船南京丸に対して魚雷を発射。魚雷が命中した南京丸は瞬時に大爆発を起こして合沈した。スポットは一連の攻撃で魚雷全弾を消費。 攻撃は悪天候の中旋回で行われ、スポットは旋回で先行する不利を嫌って浮上し、離脱を図ったものの、反撃してきた第17号総海底を回避することができず、第17号総海底は4200ヤードまで接近して砲撃を始めた。荒れる海の中、スポットは関西砲による反撃を始めた。雨で甲板が濡れて難従したものの、 幸運にも5インチ砲弾が第17号総海底の前方関西砲真下に命中。スポットは一時は90メートルまで接近した第17号総海底の攻撃をかろうじて回避した。スポットは砲手を回収し先行を始めた。護衛艦は少数の爆雷を投下したが、スポットは損傷を負うことはなかった。3月23日。 スポットは補給のためサイパン島に一時帰島。4日後、補給を終えたスポットは、紹介を再開した。31日に識別信号を発さない、駆逐艦を観測する。スポットが接近すると、駆逐艦は、スポットの型に展開し速度を上げた。その距離がおよそ5500ヤードまで接近すると、駆逐艦は、砲撃を開始した。スポットは識別弾を発射し、 駆逐艦は二度目の砲撃で落とした。スポットが先行した後、別の砲撃が司令塔の上に対して行われた。駆逐艦は、その後ケースであったことが確認された。スポットは、この一件では損害を受けることはなかった。4月の最初の週、スポットは、キー水道入り口において紹介した。マーク・ミッチャー中将の高速空母任務部隊の、関西機が4月7日に、 東、シナ海において、伊藤聖一中将の日本艦隊を攻撃し、戦艦山と、軽巡洋艦矢ハギ、駆逐艦磯風、浜風、浅島、霞を撃沈、スポットも、同海域を紹介した。その後、中国沿岸を紹介し、4月14日には、トロール船を撃沈。続いて黒山島を偵察、同等の無線所に対して、砲撃を行った。 4月25日の晩にも浮上して、砲撃を行い、燃油貯蔵所、いくつかの建造物及び無線所を炎上させた。5月4日、スポットは61日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島。艦長がジャック・エム・セイムアに変わった。6月1日、スポットは3回目の紹介で、日本近海に向かった。この紹介は、本州沖での6月23日までの救助。 配備任務が主なものとなった。続いて、東、シナ海と航海を偵察し、7月9日には、北緯38度18分統計124度03分、北緯38.300度統計124.050度、38.300124.050の地点で砲撃により2隻のジャンクを撃沈した。7月18日、 スポットは40日間の行動を終えてサイパン島に帰島。翌日ハワイに向けて出港した。スポットは拡張オーバーホールのため7月29日に真珠湾に到着し、終戦時も作業中であった。作業を終えたスポットは8月27日にサンディエゴに向けて出港。9月3日から1946年3月2日まで対潜水艦船訓練の支援を行う。 その後サンフランシスコに向けて出港、不活性化の準備に入る。スポットは6月19日にメアイランド海軍造船所で退役し、予備役艦隊入りした。スポットは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。1961年1月、スポットはチリへの太陽に備えて、真珠湾に栄光され近代化が施された。 その後、チリ海軍の要員が訓練のため乗り込み、1962年1月12日に、軍事援助対応計画の下、チリ政府に対応された。チリ海軍では、ロバート・ウィンスロップ、シンプソン提督にちなんでシンプソンと命名された。シンプソンは1962年4月23日に、チリに到着した。シンプソンは1975年8月1日に、チリに売却され、 アメリカ海軍から除籍された。シンプソンは1982年にチリ海軍を除籍されたが、その後の詳細は不明である。復活の日、イギリス海軍の架空の原子力潜水艦、ネレード号として撮影に使用されている。ありがとうございます。